はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はラーメン食べに、僕の後ろに見えておりますね、山岡屋さんに訪れております。今まで僕の動画の方でもですね、山岡屋さん何度も食べに来ておりまして、メガ盛りなる裏メニューがあるということで、3玉のねデカ盛りメニューを食べ尽くしたりとか、いろんなねちょっとしたですね企画的な内容で動画を撮っていたんですけれども、今日はもうシンプルに僕個人的に山岡屋さんが食べたいということで、好きなメニューを注文して今日は好きなだけ食べていこうと思います。今ですね時間が朝の10時前ということで、お腹ペコペコなんで、ちょっと朝飯食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、本日こちらお邪魔している山岡屋さんの店内に入りました。今回はね、好きなだけ食べようってことなんですけれども、本来であればね、全部出来たてを一杯ずつ注文したいところですが、やっぱりね、山岡屋さん時間を外しても人気なので、お客様も多くてですね、連続でこの一杯ずつね注文しちゃうとちょっとご迷惑かなと。ですので本日はですね、1回につき2杯ずつ注文しまして、できる限りですね一番美味しい出来たての状態に近いものを食べられるように、ちょっとねご迷惑にならないように注文しようかなと思います。でとりあえずね、一発目の食券購入済んでおりまして、今回はデフォルトのやっぱり醤油とですね、気になったねこの限定メニューがあったんですよ。でそれを合わせて注文してますので、まずね第1陣目の料理が完成するまでもう少々待ちたいと思います。ありがとうございます。すみません。ということでですね、本日注文した商品完成しました。めちゃくちゃいい匂いしてる。いろいろとね食べながら紹介するとして、もうお腹空いてるんで早速食べ進めちゃいましょう。ということでいただきます。やっぱり定番のね醤油からですよ。くっ、あーうまい、うまい。やっぱり山岡屋さんのこの豚骨臭、これが食いたかった。うまっ、麺だな。うまっ、チャーシュー、海苔、レンソーとネギもいっちゃうか。あっかい、うまい。うま、このまんま行きたいけど、ひとまずこっちの一杯も出来たて食わないと。うめえ、むちゃくちゃうまいっす。新しいなこれ、すげえうまい。あ待って、ちょっと待って、麺違うな。この醤油の方がいつもの山岡屋さんのね太麺なんですけど、そうではなくて今回こちらはねちょっと比べると細麺になってるんですよ。それでもむちゃくちゃ太いけどね。これうまっ、これうめえ、武士めっちゃいる。今回これほうれん草追加で増してますんで、これ多分魚粉なのかな、これもちょっと溶きつつ、うんうん、うまっ。編集遅いからな、公開時期にこれまだあんのかな、あったら食べてほしいです。めちゃくちゃうまい。ちょっとこれ焼きたての餃子も食っちゃおう。うまっ、やっぱうまっ。
やっぱ山岡屋さんってなんか理屈抜きでうまいよね。無性にこれ食いたくなんだよな。今回一旦に2杯頼んでますけど、両方ともねちょっと大盛りで注文してるので、両方とも出来たてで食べるっていうのは無理だな。次おかわりの際には並盛りを2杯にしますね。うまっ、うん、ということでですね、2杯目のラーメン完食させていただきました。今ですね1巡目食べ終わったところなんですけど、大盛りにしてるのはもちろんですが、それ以上にやっぱりねうまくて満足感がすごい。マジでデカ盛り食ったぐらいお腹満たされてるんですけど、ちょっとおかわりも注文しに行きますか。でもやっぱ改めて食券買いに行くと、山岡さんメニューめちゃくちゃあるよな。もう撮影来るたびに4杯ずつぐらいはラーメン食べてるんですけど、毎回ね食べたいの多すぎて食べきれないんだよな。すいません、ありがとうございます。はい、ということで2巡目出揃いました。ひとまず食べながら説明するとして、まずはプレミアム塩ですね。やっぱりですね、今まで山岡さんの動画を撮るとプレ塩が一番好きっていうコメントが多いのよね。僕も動画で食べましたけど、これうめえんだ。うわうまっ、うまいね。そしたらもうこれは早速麺いっちゃいましょう。うん、まっ、やっぱうまっ。スープも麺もこの背脂とか豚骨の味がダイレクトにいくんだよ。ああこれはこれでパンチあるわ。ちょっと立て続けにいきそうだったけど、辛い方もいこう。山岡さんには辛味噌ラーメンのメニューがあるんですけど、それ辛さもね小辛から激辛まで選べるんですよ。なのにこれが単品であるってことは、おそらくその激辛よりも辛めではあると思うんだよね。じゃあちょっとこちら失礼します。おお、しっかり辛いわ。あ、喉にくる。あーでもうまいな。あでも辛いな。いやこれ麺も結構唐辛子絡んでるよ。
うまっ。うわこれ絶対ご飯頼むべきだったな。この辛さに負けないようになるのか、味もしっかり濃いめだから、これねライスと絶対合うよ。うまっ。辛さ的に言ったらすすってもギリむせないレベルかな。残すところはプレシオ半分ですね。この辛味で口支配されすぎてちょっと分かんなくなってるな。完全に食べる順番間違えた。そしたらこちら本日最後の味玉ですね。ああ終わった。ごちそうさまでした。ということで本日はですねこちら山岡屋さんでただただ食べたいメニューをですね4杯ほどいただきました。今まで、計2回かな過去山岡屋さんで動画を撮らさせていただいて毎回ね美味しい思いをしてきたんですけれども、やっぱねこれを一度知ってしまうと無性にどうしても食べたくなっちゃう日があるんですよ。今後もですね、まあ、ほぼ企画がなしで、今回のように食べたいなと思ったメニューだけを食べる、そのね山岡屋さん会が増えてくると思います。こちらのねお店のラーメンが好きな方多いと思いますので、ぜひですね今後も山岡屋さんに来る大食い動画楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。